ウェルカムトゥーシビチャンネル。どうも、シビです。戦乱神楽やっております。またシーンは変わった。あ、変わってない。変わった。夏だ、ビーチだ、水着だ、おっぱいだ。もうあたいは誰にも止められないぜ。野球ちゃん、一緒に貝殻を拾おうよ。野球ちゃんに貝殻のペンダントを作ってあげる。そんな素敵なものを俺にくれるというのか。一生大事にすると。そのペンダントもひばりのことも。ほらアスカ、あたいが日焼け止めオイルを塗ってやるよ。全身くまなく丁寧にな。自分で塗るから大丈夫だよ。カツ姉に頼むとなんか変な触り方するんだもん。皆さん、少しはしゃぎすぎではないでしょうか。今は忍びの盆踊りの真っ最中なのですよ。けどさ、誰も襲ってくる気配なんてないだろ。どうせ他の連中も楽しくやってるに決まってるさ。ひばりもそう思う。だってこんなに素敵なビーチにいるんだもん。戦いたいなんて誰も思わないよ。しかし皆さんも聞いたはず。忍びの盆踊りの勝者には神楽への道が開けると。それも本当かね。だって神楽といえば忍びの最高称号だろ。それがなんで櫓の壊し合いで道が開けるんだい。まさか神楽と櫓をかけているのか。野球ちゃん鋭い。きっとそうだよ。目がすごいな。なんか埋め込んでんのかな。俺は気にしていないぞ。ひばりとの楽しい思い出作りもできるしな。確かに忍びの盆踊りにもわからないことがたくさんあります。ですがだからといって遊んでばかりというのは。相変わらずイカルガは硬いな。そんなんじゃこの夏を楽しめないぜ。何をするんですか。カツラギさん、やめてください。お前を揉みほぐしてやるのさ。凝ってる凝ってる。これは凝ってるわ。もみ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 。ひばりも一緒に揉みほぐす。ほらイカルガさん、もみ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 。では俺はひばりを揉みほぐす。なんだこれ。なんだこれ。こんなのおかしいですわ。もっと真剣に考えるべきです。今の私たちの状況や忍びの盆踊りについて。もっと真剣に考えるべきです。今これプレイをしている私。やめてくれ。やめてくれ。わかりました。では私が正気に戻してあげましょう。少し手荒くなりますよ。身内で戦うんだ。ああ、全員倒すのか。イカルが舞い忍びます。半蔵学院カツラギ舞い忍ぶぜ。いつ尋常に舞い散れ。あ、一見してもらう。はいはい、こっちこっち。まだまだ。かわーもー。はっ、せかっ。ほっ、せかっ。せろよ。まだまだ。まだです。せっ、せっ、せっ。はっ、おっしゃ。おっしゃ。はっ、せっ。終わっちゃった。
毎週。あ、格好が変わってる。そこか。ワンコンで半分減っちゃったんだけど。あ、来た。そこかよ。負けねこれか。なんか奥義で倒すとね、なんかあるんで。ごめんなさい、ごめんなさい。もう大丈夫です。これからはもう少し真剣になります。イバリも舞い上がっちゃってたよ。ごめんね、イカルガさん。俺たちは忍びだというのに反省した。すまなかった。分かっていただければいいんです。でさ、落ち着いて考えてみたんだけど、あたいたちはどうするべきなんだ。やっぱ忍びの盆踊りをやった方がいいのかな。でもどうしてさゆり様はひばりたちに忍びの盆踊りをさせようとしているの。毎回面白い。それがわからないとちょっと。確かにそうですね。神楽への道が開かれるという理由だけでは戦いへの気持ちが乗り切らない面もあります。ばっちゃんには何か考えがあるんだと思う。今までずっと家を開けてたぐらいだし。こんな状況だ。俺たちから無理に動く必要もあるまい。少し様子見をするのがいいと思う。そうですね。闇雲に動いてもいいことはありませんからね。だっちゃん、一体何が目的なの。この評価なら妥当ですね。もうちょいなんか頑張りたかったところではあるんですけど、ちょっとイメージでしたね。レベル上がんなかった。
ね、全然ポイントがいなかった。そんな感じでございました。今回はここまでイカルガでした。少し一つずつやっていって、細かく細かくあって、最終的になんか一気にドーンと動くのかなという感じですけど、まだわからないですね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。